逃げるのか聞かるのか父上に伝えてやるぞ。人に当たったらごめんなさいをするべきだろ。レディオス、前回のね配信見てない方にもちょっと魔法をねお見せしたいなと思います。ウィンガーディアムレビオーサー。まあ、こんな感じです。まあ、ペコーラになると冬の魔法も楽勝になって、もう何でもできちゃうと次死ぬ死ぬ、やめて、お願い、死ぬから。あ、あれはこだえる、いやー、お願い、これからエルバのペコーラの冒険は始まったばっかり。死んだ、すいません、バカだ。冒険が終わってしまいました。やめて、あ、待って、やめて、こんな世界良くない、こんな世界良くない。オブリビエイト、大丈夫、オブリビエイトしたからみんな忘れてる。次、あれ待って、これハニーデュークスじゃん。あ、え、これ中入れんのかな。あ、てかまだ修復できてない。あ、え、なにこれ、え、セバスチャンを見捨てた。ちょ、ええ、セバスチャンを見捨てた。いや、見捨ててないよ、やめてよ。急にセバスチャンを見捨てたとか、そんなスリザリンとして仲間は見捨てない。仲間には優しいんだから。そうでしょ、お菓子に入ることがさ、裏切りの行為ってことなんですか、このゲームは。あ、なんかある、どこ見てきて。あ、やべ、でも買えるチョコレートを食べたばかりなら商品に触れないでくれよ。やべ、勝手に飲んじゃった。え、ペコーラさん、あそこ行きたい。ハニーデュークスも行きたい。行っていいかな。やべ、これまた裏切るのかって言われないかな。ちょっともうちょっとだけ行かして。ちょっとだけ。大丈夫だよな。うわー、親カード先の子裏切るのかみたいな、すげえ。うわー、すげー。かわいい。あ、あー、これ見た。あ、これなんかね、ね、キモ。これじゃなかったかも、見たの。なんかお土産で買いたいペコだな。百味ビーンズとかあんのかな。これ百味ビーンズ違うか。百味ビーンズはまだないのか。ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっとさすがに奥行くなって。ねえ、セバスチャンとの絆そんなに大事？いや、もう大切なのかもしれないだろうけども、そんなに大事かな。セバスチャン、ごめんね。セバスチャン、大混乱になってなければ天使のシローナに会えるかもしれない、ね、だ、付き合ってないですけど、こいつとまだ。まえちゃん、もしかしたら学校生活でキャッキャッキャがあるかもしれないってことですけど、ないんですけど、まだ決してなんですけど。何が裏切りだよ。いいかも、今ここ危ないね。ホグワーツに一回戻ろう。城に戻った方が良さそうだ。でもちょっとお菓子だけ行きたい。セバスチャン、お菓子だけ行きたい。セバスチャン、お願い、お菓子だけかわしてて。まだペコちゃんのホグワーツにはお菓子。夜、これはちょっともう危ないかも。戻ろっか、セバスチャン。さすがに、おい、てめえ、グリフィンドールス。シローナがいてくれて本当によかった。次、レディオス、あっちよ。これからグリフィンドールスでやったら嫌がらせパーティーするわ。次、危険なことがあるということは、それほどね、とんでもないことが起こるということペコですよ。ペコーラ、必ず強い術を覚えてきますので、待っててください。防衛術だって、あ、なんだ今。入手。ピグ先生、ただでさえ予定がいっぱいのに新入生ホグワーツに迎えるという都合の悪い仕事を魔法省に任されました。信じられないでしょうか、5年生。ねえ、こういうの見せないで、マジで。自分がさ、すごい、え、すーご、うわ、なんか心今打たれた。スリザリー生として頑張ってさ、ホグワーツにさ、なんか少しでもホグワーツの力になろうと思ったこのペコアラーがちょっと今悲しくなった一瞬。マジ、こういうの見ると一番傷つくわ。都合の悪い仕事をって、しかもブラック系の校長先生なのにそんなこと思うの。新学期が始まる前にここになれるための案内役と指導者が必要だとウィズリー先生は主張しています。その仕事はあなたに任せます。いや、もうフィグ先生も押し付けられてるじゃん。先生も嫌々なのかな。
あ、もう心がもう無理。若き友よ、会えてよかった。普通にさ、校長先生スケベコだったらもう無理、耐えられない。ペコアラは本当はいらない子供ペコだったんだ。みんな浮かれてたよ。スリザリン生としてさ、選ばれたと思って勝手に。グレちゃん、こんなんだったらペコアラはホグワーツのためって思ったけど、染まってもいいよね。仕方ないよね、だってあんなこと言われてるんだもん。邪魔者なんだって、邪魔な仕事ペコなんだって。ペコアラが、次回のタイトル決まった、ウサダペコラと闇の魔法使いの誕生。そうします。もう次回のタイトルも決まった。もうペコアラは今のあの一言でもう心底ホグワーツ、いや、あの校長先生をもう信用できない。とんでもなく傷つきました。心が折れそうペコです。次、こんにちは、おはよう。なんか普通に他の寮の人たちとつるんでんな。仲いいんだろうな。スリザリンはスリザリンだけで仲良くしような。おいおい、そこのグリフィンドール生、今ペコアラにぶつか、レビオーサ、レビオーサ、おい逃げるのか、キャラバカ、周囲に伝えているぞ。人に当たったらごめんなさいよ、するべきだろ。ホウキはもう、てかホウキどこに手に入れたんですかそれ。すいません、さっきはホウキ、ペコーラも欲しいんですけど。態度が悪い、後でチクってやる。ウィーズリー先生に、困ってる私を助けてくれないかな。仕方、え、何、誰、親切な人が手伝ってくれないかな。何を、お前だってスリザリン生じゃないじゃん、やだ。自分で声かけてこいよ、なめんな。そんな優しくねえぞ世の中。ああいうかまってちゃん好きじゃねえんだよペコちゃん。先生の新しい呪文を教わりに来ました。すっきん、わーい、なキャベツみたいな形してるけど、他にとっていい薬草ねえかな。L1を押したままRをタップしてホイール神々を割り当てましょう、だって。これか、解き放たれてる近くの敵を襲いかかる。あいつど、あ、待って、あれ、あいつはどこ行った。あ、いた、おい、あれ、おいおいおい、あれ、あれ見ろよ、そっち行くの。目に入るものに片っ端から食いついてるぞ。お前にやろうと思ってたのに。去年母さんが庭こびと対策に植えてたんだ。強い、これ庭こびとは駆除できたけど、これさ、もう一度回収できないのかな。なかなか凶暴だろ。凶暴、僕好みなんだ。間抜けな晴れ草やピョンピョン球根と違って、戦闘で頼りになる植物さ。なんかお前スリザリンの方がいいんじゃないか。人形じゃなかったらって想像してみろよ。お前でやりたいな、ずっと想像してたって。信じてリアンだ、ずっと想像してたから。お前でやろうと思っててさ、まあ、そうだよね、よくわかったよ。お前でずっと想像してたよ。ドッグイード&デスキャップ、次ペンシーブで見ました。ちょっとラッカム先生、ブサイやめろ、ドラゴンのメガネ。これほど幼いものが、先生と石ドーラ・モーガナークがホグワーツに入ったのと同じ年です。のメガネのせいで世界観ぶち壊れてんだけど。あの力を、帰りゃよかった、みんなに言われた通り。バカみたいじゃんこいつ。なんか気づいているかもしれんが、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとかなんとかなんとかのカービィ、はい。